はい、じゃあよろしくお願いします。今回は小学校4年生の算数計算の決まり ② をお送りします。で、前回はね、計算の決まり ① をねお送りして、次が ② で、決まりはここで終わりになります。この後はね、工夫が続くんだけどね。で、ひとまず復習としてね、決まり ① は何だったかっていうと、で、計算の時にカッコがあったらカッコを先に計算しようっていうルールをやりました。ね。もしね、それが、あれ、そんなんあったっけって思う子がいたら、ぜひ、1を見てみてください。よろしくお願いします。で、今回は2なんですけど、ここもね、ほにゃららを先に計算しようっていうポイントから始まります。で、問題が全部で7問。ちょっと吹き出しの中にね、注意なんてことも書いてありますけど、また、これをね、ノート、まあ、自主弁ノートとかに移してもらって、ね、で、この辺で動画で止めてもらう。で、ここの線の、ここ日本語が入る。日本語っていうか、まあ、なんだろうな。うまく言えないけど、まあ、記号が入るんだけど、あとは計算7問を自分で解いてみる。そして、早送りして、丸付けして、うまくね、まあ、もう動画を見るのか、それとも、俺見なくてもいけるし、OK ってなったのか、それは任せますので、うまく使ってみてください。それでは、早速ね、計算の決まり ② を、行ってみましょう。よろしくお願いします。で、今回まずさっきも言ったようにポイント、ほにゃららを先に計算しよう、ここもね、何が入るかからやりましょう。前回はカッコでしたね。カッコを先に計算する。で、次、今回は記号でいきます。掛け算と割り算です。もちろん日本語で掛け算と割り算を先に計算しようでももちろん OK だよね。僕めんどくさいんで、はい、掛け算割り算ね、記号にしましたけど、を先に計算しようっていうのがポイント。これが全てです、この動画。いいかな。で、つまりどういうことかっていうと、これはね、問題やりながら説明していきますけど、1番、7たす9かける8ってあるでしょ。式を見た時に中に足し算と掛け算がある。そしたら掛け算と割り算を先に計算しようって考えるんです。いいかな。ただし、これを考えるときにね、1個忘れちゃいけないことがあります。それがこの注意の中、これね、注意、普通はほにゃららから計算するって書いてあるじゃんか。これはね、実はみんなは無意識のうちにやってるんです。で、それが何かっていうと、これ左です。答えは普通は左から計算する。どういうことかっていうとね、もし計算の決まりなんてものがこの世になかったら、ずっと左からトントンって計算して、これからトンって計算する。こことかもそう、左から左から左からって計算するのが正解になります。で、今でもみんなはそれを使ってて、それはいいんだよ、合ってるの。だから普通は左からやってって。ただし、カッコがある時と掛け算割り算がある時はこの子たちのが先なんだよってことを覚えてもらえれば大丈夫です。いいかな？そうするとね、どうなるか行きましょう。で、さっき問題読んだので、今掛け算が先にありますので、ここをやります。で、どうやるかっていうと、そこにくっついてる数字を計算するんです。ね。で、982でしょ？で、72を先に書きたいんだけど、ちゃんと左から移してあげるので、まずこれをちゃんと移しましょう。7でしょ、足すでしょ、で、くは72になる。いいかな。で、7足す72やから、これが79となって正解って感じ。ルールさえ覚えちゃえば超楽だぜ。じゃあ2番、40-28÷4 だね。引き算と割り算、お、掛け算割り算いるからこっち先じゃねっていうことで、割り算を先にやります。28÷4 が先ね。だけど左からちゃんと移すから、40-で28÷4、暗算してね。これ7です。いいかな。え、7だよね、いいよね。で、これ40-7をやって33となります。いいかな。で、次、3番は椅子借りますね。 7×8-6÷2 ってあります。で、あれ2つあんじゃんっていうことで、掛け算と割り算があるでしょ。で、
7×8 と 6÷2 が2個ある。この2つを先に計算しちゃえばいいです。ただ先にやりましょう。いくよ。7÷56、青頑張って出て。で、56引くがあるから引くを書くんだよ。引くで、6÷2が3だから、これを計算すると53となるんです。いいかな。2つあったとしてもそれを同時に先にやってください。いい？よろしくお願いします。で、次ここで決まり1とコラボしてみたってことで、今のルールの中にしかもカッコも入れてみますね。うわっていうね。実はこれパッと見た時めんどくさそうなんだけど、そんなことは全くなくて、全くねえぞ、楽勝に倒せます。いくよ。4番、 7×カッコ8-6÷2だね。で、決まり1でもやりましたけど、カッコは先にやるんです。いい？だから先にこのカッコのことを考えます。で、カッコの中を見ると 8-6÷2 で引き算と割り算なんだよ。おいおい、2つあるぜ。でもみんなは知ってるよね、割り算が先でしょ、俺知ってるしって、私わかるよそのぐらいってね。だからここが先になります。で、もうちょっとこっち書けないんで下に行きますよ。7でしょ、かけるでしょ、カッコでしょ、この辺まだいじれないからね、そのまんま書きます。で、6÷2が3だよね。で、閉じます。いい？そしたら今度はカッコが残ってるので、カッコを先にやんなきゃいけないでしょ。だからそのカッコの中にある8-3、ここをね先にやります。で、7×、この子まだね使いません。で、8-3が5だからこうなる。そしたら7535って言って完成です。で、こうやって今これ丁寧に、すごい丁寧に書いてるんだけど、うわ長くて難しそうだしって思う子が絶対いるんだよね。実際ここまで書かれると難しいでしょ。押したら頭の中でやっちゃえばいいんだよ、みんなならできるから。いい？じゃあどうやるか。5番、カッコ14+2×3÷4。頭の中でこう考えます。きた、カッコあるからカッコが先でしょって思うよね。そしたらカッコを見ましょう。14+2×3 出た出た、コラボしやがったなこの野郎と。で、カッコの中に足し算と掛け算がある。どっち先？掛け算でしょ。っていうことで 2×3 を先にやるじゃん。もうこんなん書きません。自分で 2×3 のとこに×つけて6って書いちゃえばいいでしょ。で、まだ、いや、カッコの中先やるの俺知ってるしって思うから 14+6 を先にやるでしょ。で、これはちょっと書いておこうか。 14+6 が20で、割る4だから割る4、はい、5ね、1行で終わるでしょ。だってぶっちゃけこの20÷4だって書かなくていいぜ、慣れちゃえば。あのね、できるから大丈夫だよ、そんな不安があんなくても絶対いける。ただし計算していく中でね、あまりにも大きな数字が出てくる、150とかさ、そういう時は書いた方がいいよ、暗算ミスっちゃうからね。ただこんなちっちゃい数字やったら、ああ俺をなめるなと、私できるから大丈夫って落とした、気にしません、ごめんね。はい、っていう感じでやってくれれば大丈夫ですね。では6番、カッコ 9×2-15×4。 また簡単なバージョンでいくよ。カッコが先なのは知ってる、カッコの中に掛け算引き算がある、わかってるよ、掛け算でしょってことで、掛け算先にやります。9×2=18でしょ。じゃあもっとやっちゃおうか。18-15、なんかね、バツつけにくいけど、ふい、3でしょって分かっちゃえば、3×4 で、3、4、12、ほら、超短くても済むでしょ、こんなん書かなくてもいいんです。ただちょっとよく覚えててください、1個だけね。たまにテストの問題で途中の式をね、ちゃんと書かないとバツになる時があります。先生によってもそうなんだけど、そういう時はちゃんと書こう、めんどくさがらずにね。これ書く理由はなぜかっていうと、
私ちゃんと分かってますよっていうアピールになります。私ちゃんと考えたんだよって、ズルしてないんだよっていうアピールなんです、こういうのってね。だからそういった意味でもこういう書き方も覚えておく、そしてこうやって楽にやる方法も覚えておく、ちゃんと両方ね、両方覚えてもらってうまく使いこなしてください。いいかな。それでは7番最後、ボスです。 2×5×4-12÷3 はね、ちょっと長いでしょ、でも余裕っす、このボスはいけるよ。じゃあ行きます。さっきのね、まあ、ずっと同じだけど、カッコの中を先にやるでしょ。で、カッコの中を見ると掛け算、引き算、割り算がある。きたきた、ダブルバージョンね。ってことで掛け算と割り算を先にやります。チュッツ、5×4=20、12÷3、これ消しちゃダメだよ、引きはね。12÷3が4、引き算が残ってるから引くでしょ。20-4になりました。じゃあ赤にしようか。20-4はシャッ、16ってわかるね。そしたら 2×16、 もうカッコの中終わったからね。 2×16 になったので32。こんな問題だってこうやって簡単にやることができますね。大丈夫でしょっていう感じでやってください。なのでこの動画のポイントはもうすべてこれです。掛け算と割り算を先に計算しようね。で、よく決まり1、つまり括弧とのコラボはいっぱい出てきますので、そうなった時でもミスをしないようにしっかり練習してみてください。いいかな。よろしくお願いします。では終わったぜ、ちょっと長くなっちゃったけどね。じゃあ今回は小学校4年生の算数計算の決まり ② をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。次は計算の工夫ですね。そっちもなかなか強いですけど、ぜひよかったら見てみてください。よろしくお願いします。それでは今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。